こんにちは。今日もね、YouTube で動画を送っていただきましてありがとうございました。今日はですね、キダニックスさんの緊急小口資金ですね、こちらの方がお申し込みが受理されたという、その流れをね、お話しいただいております。別の動画でですね、ブラックの方が緊急小口資金を申し込んで20万円が1週間で振り込まれたというね、そういう動画も上げましたけども、キダニックスさんの動画もね、合わせてご覧いただきたいと思います。まあ、このようにですね、 YouTube をどんどん上げていって、視聴者さんのね、お役に立てるような情報を発信するのはものすごくね、良いことだと思います。そういうふうに人の役に立つ方っていうのは結局ですね、収入が入ってくるといいますか、多くの方から支えられることになるんですよね。でも残念ながらね、 YouTube でビジネスやるぞって息巻いた人がほとんどね、いなくなっていくんですよ。で、かなりの気合を入れて私もね、最大限の支援をするんですけども、まあ去っていく、本当にいなくなります。で、非常にね、残念だなと思うんですよ。そこはもうね、他の方法で自分の人生を歩める、そういう風な道が見つかる方はいいですよ。でも見つからずに退場していくっていうのは本当にね、袋小路に入ってしまいますので、なんとかね、継続して自分の人生掴んでいただきたいかなと思いますよね。まあ、どちらにしても今回はね、 YouTube を送っていただいたキダニックスさん、とてもいい動画だったと思いますので、これからもね、どんどん投稿してみてください。それではよろしくお願いします。